こんばんは、ジェリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ず持てるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい。で、あなたのモテるっていうのは、どういう人がモテると思ってますか？きっと、顔がかっこいいとか、背が高いとか、収入が高いとか、たまにコメントでね、どうせ顔がいいからだろうみたいなね、くださる方もいらっしゃるんですけど、まあ、そういうね、いろんなイメージあると思うんですよね。でも、そうじゃないけど、実は裏で爆モテしてる男性っているんですよ。で、そうやってどうせ顔でしょとかって思ってる人って、実は自分がモテていることに気づいていない可能性もあるので、非常にもったいないんですよね。なので、今日の動画は、裏で爆モテしている男性特徴7選ということでお話をさせていただきますので、当てはまってたらあなたも実はモテてる可能性がありますので、ぜひね、チェックしていただければなと思います。はい、この動画がいいなって思っていただいたらチャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE のお友達を募集してます。こちらお友達になっていただいた方には3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいているのと、私と直接お話ができる機会のご案内もさせていただいてますので、よかったらお友達になってください。はい、では、裏でバックモテしている男性の特徴7選。まず1つ目、兄弟がいる男性です。そして仲良し。女、まあ、お姉ちゃんか妹がいて仲良し。これ結構ね、モテてる可能性が強いです。っていうのも、やっぱりその女性というものがどういう生き物なのかっていうのを身近で、仲が良かったら仲がいいほど知ることができる人が多いんですよね。だけど男性同士の兄弟が悪いってわけじゃないんだけれども、男同士だとどうしてもそのね、女性の細かい部分、普段どういう生態なのかとか、どういう時にイライラしているのかとか、そういうものがわからなくって、女性に夢を見てる人も多いんじゃないかなと思うんですね。でも女性というものが分かっている部分、しかも身近で分かっているからこそ、女性がこういう時に悩むんだなとか、こういうことを言ってあげたらすごく落ち着くんだなとか、こういうことに気づいてほしいんだなとか、こういうことやったら喜ぶのかなっていうのを、もう肌感で知ってる人が多いんですよね。で、それが当たり前だったから、自分がそれがモテ要素だと思ってない人も多かったりします。なので、女兄弟がいて仲良しの男性は意外とね、モテてる可能性もあるっていうのをしっかり覚えておいてください。はい、そして2つ目、外見に気を使っているです。で、これは顔がいいとかじゃなくて、自分がどういう格好が似合うかなとか、どういう格好をしている時に女性からの評判が上がるかなとか、要するに自分がどう見られてるかっていうのをしっかり自分でも把握してる、努力をしている人っていうのはモテてる可能性がすごく強いです。っていうのも、女性は多くの人がね、そういうのを気にしているんですね。で、私も例えば黒とかも好きなんですけど、たまに着るけど真っ黒だったら似合わないから、ちょっと白が入っている黒を着ようとか、そうやって自分の似合うものが何なのかなとか、相手からどう見られるのかなとか、でピンクを着た時の印象ってこういう感じかなとか、黒の印象はこれかな、あ、だったら今日はピンクを着ようかなとか、そういうのをちゃんと意識してるかどうかなんですよね。それができている人っていうのはもうモテてる可能性はかなり高いです。なので、自分がそういう見られ方っていう部分に気を使ってる人っていうのはモテてる可能性がかなり高いと思ってください。はい、そして3つ目、自己投資をしているです。で、外見に気を使うもそうですけれども、やっぱりお金ってかかりますよね。あとは知識とかもそうですね。知識や男磨きっていうのはお金がかかります。だけど女性で、モテてる女性、あなたがいいなって思うような美女は絶対に自己投資してます。女の人ってもうね、もうほんとね、本当にお金かかるんですよ。男性が思う以上にね、自分のことに対して。その、綺麗にしているっていうことに対して、お金がかかる。それを男性もやっているかどうかっていうのは、女性はもう話してたり、見ただけですぐわかるんですね。なので、自己投資ができている方っていうのは、女性からモテてる可能性がかなり強いかなって思います。はい、そして4つ目。姿勢がいいですね。姿勢大事。やっぱり私もね、すごく姿勢が良くないので、意識をしているんですね。姿勢が、私がずっとこうやってってると、多分ね、モテ度は半減しますね。はい。なので、ぜひね、姿勢だけで自信があるように見えたりとか、ちゃんとした人のように見えたりとか、誠実そうに見えたりとかするので、ぜひね、姿勢っていうのはもう意識で変えられますので、姿勢を良くしていただければなと思います。健康にもいいですしね。はい。そして5つ目。
性的であるんですね。男性は基本戦う動物なので、意見が食い違った時にあなたが間違ってて僕が正しいっていうことを主張したがってしまうんですね。なんだけれども、その中でもね、あなたの意見もそういうことなんだねって肯定的に受け止めてあげることができる、そういう男性は少ないです。なのであなたがそれをすることができれば、もうモテてる可能性が強いので、ぜひね、そこもチェックしていただければなと思います。はい、そして6つ目、子供やお年寄りにモテるです。で、子供とか、あとお年寄りの方とか、私結構モテるんですけどそういう方っていうのは女性は見てるんですね。で、子供やお年寄りに優しかったり、子供やお年寄りに好かれるイコールすごく優しい人なんだろうなとか、自分の親にも優しくしてくれるかなとか、二人の間に子供ができた時も優しくしてくれるのかなって勝手に想像して、勝手にイメージしてるんですよね。なので、その子供やね、お年寄りにあなたがすごく優しくできていたり、モテてたりしたら、それはもうね、実際普通の女性にもね、モテてる可能性もありますので、チェックしてみてください。はい、そして最後7番目、責任感があるです。責任感がある男性っていうのは、女性にとってはすごく安心感につながるんですよね。なので、あなたが仕事に対する責任感だったりとか、まあ、人生、自分の人生に対する責任感だったりとか、何かのせいや誰かのせいにして言い訳ばかりしている人っていうのは、女性から見たらもうなんかね、不安でしかないんですよね。何かあったら私のせいにするのかみたいに思われてしまいますので、ぜひ責任感があるかどうかっていうのを見てください。そして、あ、これって結構自分の人生に対しても人のせいにしないし、何事も全部自分で責任取ってるなって思うのであれば、もうモテてる可能性がありますので、要チェックしていただければなと思います。はい、ではおさらいしますね。裏で爆モテしている男性の特徴7選。まず1つ目、女兄弟がいて仲がいい。2つ目、外見に気を使っている。3つ目、自己投資をしている。4つ目、姿勢がいい。5つ目、肯定的である。6つ目、子供やお年寄りにモテる、優しい。そして7つ目、責任感がある。これ、ぜひチェックしていただいて、あなたに当てはまってたら、もうモテてるかもしれませんので、ぜひ自信をね、持って女性と接していただければなと思います。はーい。では、今日のおしゃべりコーナー行きたいと思います。今日はね、皆さんに質問をしたいなと思って。で、それ何かというとですね、私を色に例えると何色ですか？私何色ですか？ぜひね、コメント欄にアウトプットしてください。超楽しみにしてます。私は何色ですか？イメージでいいです。私の色。私のイメージカラーかなっていうのを教えてください。はーい。ではですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスのお友達を募集してます。たまにやるゲリラライブのご案内だったりとか、YouTube よりももっと詳しい話、私と直接お話ができるご案内をさせていただいてますので、よかったらお友達になってください。はい。では、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。